聞いてオルゲミックス、やっていきたいと思います。今日はね、ロストアイランドでみんな大好きルートクレート周回解説をやっていきたいと思います。砂漠のね、地上のルートクレート解説となっておりますので、ここの洞窟でガンガンね、いい品質のアイテムをゲットしようぜというね、解説動画になっております。それではね、本日の目的はこちら。1つ目、砂漠洞窟の座標について、2つ目、必要なもの、そして最後にルート解説やってまいりましょう。それではまず1つ目に、こちらは砂漠の洞窟となっておりまして、この洞窟の中にルートクレートがたくさんあるので、ここを気軽に周回しようぜという形になっております。で、座標的なところで言いますと 92.380.5 となります。で、分かりづらいんだよねこれ。結構ね、一回場所を来ないと分かりづらくて、こんな感じの、まあなんていうの、インディ・ジョーンズ最後の聖戦の見たことある人だったら分かると思うんだけど、あんな感じの場所にあります。はい、聖杯がありそうな場所にあります。で、まあちょっと上から見た方がね、分かりやすいと思うので、一回上から見るね。まあこんな感じで砂漠の、マップ的に言ったら右下ですね。右下のたくさん岩があるところの、本当にね、ゲームのあの端の近くになっております。で、渓谷があるので、そこの下におりますと、なんかあ、カクカクってなったって思ったら、そこら辺が近くですね。結構洞窟判定が強いので、ここはという感じになっております。で、次にね、今回この洞窟攻略にあたって、まあルートクレート周回にあたって、まあ必要なものっていうのをね、まずね、紹介していきたいと思います。で、必要なものはサクッと説明していくんだけど、興奮剤もしくはスティングベリーで、解毒薬で、あとは武器と、で、あと恐竜と、最後にシノマクロプスっていう感じになっております。で、興奮剤に関してはね、結構強めのね、あの昏睡のガスが来るのと、あとは解毒薬に関してはやっぱりね、あの病気になっちゃうから、狂犬病だっけ、あのコウモリから病気もらっちゃうので、そこら辺が気をつけてくださいねっていう感じですね。で、あとはポンションとか武器があるといいなっていうところと、あとシノマクロプス、こいつはマジで必須になっております。シノマクロプスのおかげでアスレチックがアスレチックじゃなくなりますので、はいっていう感じですね。で、あとは最後に恐竜なんだけど、今回ロストアイランドの洞窟に関しては普通に飛行生物も入れるし、ガンガンね、恐竜で行った方がね、いいよねっていうところもありますので、まあ、そんな感じで僕は結構ディノピテクスとかで持っていくかなっていうような感じになっておりますね。まあ、そんな感じでね、まあ、あの一応ね、あの薬ぐらい持ってった方がいいかなって感じ、恐竜乗っていくんだったら。あとね、おすすめとしては、装備ね、全部脱いどいた方がいい、あの恐竜に乗っていくんだったら。なぜかっていうと、あのアースプロレラーいますので、装備溶かされますので、まあ、そこをお気をつけくださいって感じです。で、まずね、入りますと、こんな感じのところになります。入ってすぐに、こう、手があって、で、左右ってなってますので、右に行ってください。右に行って、で、右にね、あの、壁際にスイッチあるんだよね。このトラップっていうか、まあ、なんかスイッチっていうか、まあ、こういった仕組みなんだけど、この遺跡に関しては、そういったね、これ系、このボタンを押して、なんかね、擬態してる壁に。これに、あの、押して、次を進むっていう感じの仕組みになってるんだよね。で、ここを押したら道なりに進みます。で、こっから地下1階に行きます。で、構造としては、今入ってきた1階で、今降りている地下1階で、さらに地下2階っていう形になっております。で、まあ、ここはディノピーなんで適当に飛んで、ウィーってやっていきますっていう感じですね。で、あとはね、だいたい道なりで大丈夫です。で、まずね、一発目の分岐が、この赤いすだれのなんかね、かがり火があるようなところに、まあ、来るんですけど、ここね、右左あるんですが、あんまりね、あの、変わんないです。こう、右左行っても。結局ね、たどり着くのは、地下2階に行く階段に行きたいだけなので、で、ここは僕、左に曲がってますので、あの、ルートごとに行きますね。その自分が行っているルートで行きます。で、左に曲がったら、まず一回ここで右に曲がります。で、右に曲がったら、ここの部屋に、赤のルートプレートがありますね。で、これを取っていきましょう。と、バリオニクスと、カワナブーツっていう感じですね。はい。で、ここに関しては、あのね、ただ寄っただけなので、戻ります。左に行って戻って、で、さっきの、あの、分岐したところですね。ここをまっすぐ行きますね。で、まあ今見えてる後ろがさっき来たところになりますね。で、あとは道なりに進んでいきまーす。で、だんだん下に行ってきて、この地下3階、あ、地下2階に行くっていうのが大事になってくるっていうところですね。で、地下2階に関しては基本的にある程度道なりに進んでおけば、だいたいたどり着くって感じですね。まあこんな感じですね。で、ここですね。ここにたどり着きたいって感じですね。なので、まあ地下1階に関してはさっきの1個のルートクレートを拾ったら、まあこんな感じで、ここの地下2階へ続く階段に行きたいって感じになっております。で、地下2階のポイントは、ここの祭壇っていうか、この骨がね、祀られてるとこです。で、ここからスタートしていきますって感じですね、地下3階は。で、地下3階に関しては、左ルート、右ルートあるんですが、両方使います。とりあえず、左ルートに行きましょう。で、左ルートはですね、めちゃくちゃ簡単です。最初に、あの、右に曲がるんだけど、右に曲がっていこう、すべて、左手に従ってください。で、これもね、適当に、まあ、ディノピーとか、あ、だ、はまった、はまった
ディノペあったってかあって感じで、まあ、適当にこうやって飛んでいってください。飛んでいってください。では基本的にはあの分岐があった場合は地下2階に関してはほぼほぼ左手に行ってくださいという形になっております。なので、まあ、左手に従って行けばいいですって感じです。で、あの、ところどころさ、床が白くなってんじゃん。これね、あのね、スイッチの場合があるから、間違って、あの、スイッチの場所を踏んで、あ、今みたいな感じで、手榴弾がこうやって落ちてくる。あー、ダク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 って感じになります。なので、あの、白い床に関しては、下がね、あの、スイッチの場合があるんだよね。スイッチじゃない時もあるし、スイッチの時もあるから、そんな感じで白い床は気をつけてくださいって感じ。で、地下2階は基本的には左ルートにずっと行きますので、ずっとね、左手方向に行くのが基本になっております。で、右に行く場合はね、言うので、基本的にはずっと左手。ここも左手ルートです。ずっと左手に行きます。左手に行きましょう。ここも左手です。どんどん左ルートを進んでいきたいと思います。あ、いいところにあるじゃないか。っていう形で、これを回収していきましょう。っていう感じですね。まあ、なので結構、お、やった、チェーンソーだ。イージーに、いけますっていう形ですね。で、このヒエログリフみたいなのがあるところで、まず1個取るって感じですね。まあ、なんかこんな感じですだれがあるっぽいところはなんかあるから、まあ1回見るといいかなって感じですね。で、さらに進んでいきましょう。さらに右手、左手あるので、もちろん左手に行きます。左手をどんどん進んでいく形になります。で、左手に行きます。で、左手に行くと、こういった形をなんかね、なんか牢屋みたいな感じ、スカイリムの最初の場所みたいなの届くから、ここで1回クレートを拾います。で、クレートはスタンロッド。で、ここでですね、スイッチを押します。入ってきた方の柱だったらこっちかな？これか？あ、これだね。ここのボタンを押します。ガッチ。入ってきたのがそっちで、ここがスイッチですね。で、そうすると正面が開くので、ここに入っていきまーす。で、ここからは道なりになるので、サクサクっと進んでいきたいと思いまーす。はい、進んでいきまーす。で、閉まってると思うんですけど、右手にスイッチあるから、これを押して出ることが可能です。で、ここを抜けると、どこに着くかっていうと、さっきの、あの、地下2階の一番、あ、恐竜行けんやないかい。いい感じになっておりますね。はい、ここはディノピテクスで通れなかったので、皆さんね、ディノピテクスで行く場合は一回ね、下ろすといいんじゃないでしょうか。ポチ。はい、開きまーす。通りまーす。恐竜出しまーす。で、ここのドアを抜けると、さっきの2階の、地下2階の中央のこの広場ですね。この骨が祭壇に置いてあるところにたどり着きます。ということで、左ルートはぐるっとちょうど今一周した形になります。左ルートに関しては、ここの骨の台座を、まずね、出たら、右に曲がって、あとは全部左手。あとは全部左手。っていう感じですね。それを覚えておくといいかなっていう感じになっております。それでは次行ってみましょう。次は右手のルートですね。この祭壇を右に曲がってみたいと思います。で、ここもね、もちろんね、すべて左手です。だだっといっぱいなんか押してきた。危ない危ない危ない。っていう感じでね、あの、カランカランとか言ったら、マジで危険だから、気をつけてください。あの、カランカランって言ったら、あの、グレネードが落ちてきてるから、あの、マジで一瞬で逃げた方がいいっていう感じになってますね。っていう形で、ちょっと、あの、ディノピーだったらやりづらいな。ディノピーで来てみたんだけど、初めて。ディノピーちょっと微妙かもしんない。普通に雪袋とかがいいかもしんない。で、あの、左手にもちろんここも曲がりますね。今のアスレチックを渡ってすぐ左手にあるので、ここの曲がり角曲がると、ここにくれてあります。で、クレート取っていきましょう。鉄の鎧、最高。で、ここを、もちろん左、おっと来たぞ。こういうのがいるから、基本的には、装備は恐竜乗ってる場合はしない方がいいですよって感じです。で、ここも、あの、しばいていきましょう。しばいていきまーす。オッケー。で、ここももちろんですね、あの、左手に曲がっていきまーす。こっちが今入ってきて、ルートクレートを取った場所ですね。で、そっから左手に曲がっていくような形となっております。で、ここはね、ちょっとね、トリッキーなポイントでして、何があるかと言いますと、ここら辺にね、あったあったあった、この手の、なんていうの、血がついた手形、これがあるから、ここがボタンになって押すのね。で、押すとどうなるかっていうと、こう戻ってもらって、ここが開くんだよね。やばくね。で、ここにルートクレートがあるっていう形になっております。で、ポイントは、ここね、あの、次元でガシャーンってドア閉まるから、危ないから、一回ね、ドア閉まるの待った方がいいですっていう感じですね。こんな感じはね、一回ドア閉まるの待った方がいい。で、ちゃんとこの右の方にスイッチあるから、ここで出れるから、ポチって押すと、ちゃんとあのドア開いて出れますって感じ。で、ここは出ましたら、右手に行きます。右手に行きます。ここは左じゃないんでご注意ください。右手に行きます。で、ここもあの道なりに行きまして、行きまして、行きまして、で、ポイントなんだけど、ここでもう一回、あ、やばい、手榴弾。ここもう一回右で行くと、
ここにまたルートグレートがありますっていう形になっております。でちょっとねさっきグレネードがねポーンと落ちたから急いで入っちゃったんだけど、こんな感じでさっき の, ドアを開けて以降は2回連続で右に行きます。地下2階で唯一右に行くとこはここなので、この連続の右2回を忘れないようにしてください。で右2回目に入るとさっきさ来たと思うんだけど同じとこなんだよね。なのでここにさポチって押したら開くところがあるんだけど、こうやってでここってさっきのとこと一緒なんだけど、これさもう一回ねルートグレートが出てること結構多いんだよね。なのでもう一回ここでルートグレートを取ります。ノーマルの槍がありました、赤グレートでっていう感じになっております。でここはね次はあっちの方に行くんじゃなくて来た方を戻ります。来た方を戻ってまた右にこうやって曲がってさっきの道なりに戻りますっていう感じですね。であとはですね、おーいやべえ、まっすぐ行けまっすぐ行け、道なりだ道なりだ、で道なりに行きます。でここは右に曲がっちゃダメですね。これヒエログリフがあったところですね、壁が。でここはまっすぐ行って階段を登ります。階段を登るのがこれも最後ですね。もうこれは帰り道になりますので、この階段を登るっていうのが帰り道だっていうのをちゃんとね覚えておくといいです。さっきの2周目の檻のところのクレートを取ったのが最後になるので、この階段を登っていくとゴールが見えてまいりますという形になってます。で右側ねこうスイッチがあるから、待ってね、どこだっけ、あこのへこんでるとこどこだ、これにスイッチがあったとか、でこれポチって押すとここが開いて、でゴールになっておりますという感じでございます。はい、お疲れ様、終了って感じですね。っていう感じでちょっとねいろいろね手榴弾とか落ちてきたり、あとはいろんな恐竜とかがね襲ってくるんですが、まあ、形としてはこんな感じのルートクレートの周回になっております。なのでねかなり簡単です。一回覚えればめっちゃ簡単。ポイントはほぼ左で、右手に曲がるポイントっていうのは地下2階の最後の方しかないので、右ルートね、右ルートの最後帰っていく方のルートしかないので、まあ、そこら辺っていうところをね気にするといいんじゃないかなって思いますね。なのでまあそんな感じでやってもらえると、まあ結構簡単にこの洞窟は攻略できるんじゃないかなみたいな感じです。でね一個ね注意点というかポイントがあって、オンラインの人に関してはさっきさ2周目もさなんていうの、檻の中みたいなポイント、地下2階のあそこさ、2個目のさルートクレートがまたさ再生成されてたと思うんだけど、なんだけどオフラインはねなんかね生成がちょっとね微妙で、自分が描写してる範囲しかちょっとねできないので、描写をしてる範囲しかクレートが再生成されないっていう判断というか、そういったね仕組みがあるので、ちょっとね脇が遅かったりなかったりするので、あーまだないかっていう感じですね。今2周目ちょっと入ってみてるんだけど、まあ普通にねこんな感じで行くっていうところですね。まあ1回ルート覚えれば簡単かなっていうところで、あとはこの白い床、これ気をつけてほしい。この白い床、あこれは何でもなかった。これねフェイクと本物があって、この白いなんか床、フェイクは何もないんだけど、本物踏むとさっきのなんかね催涙ガスみたいなのが上から降ってきたり、あとは虫が湧いたりするのでトラップなんだよね。なのでこのね白いスイッチの床みたいなマジで気をつけた方がいい。これこういうのとかで、あとはねやっぱりね恐竜に乗るのであれば装備溶かされる可能性めちゃくちゃ高いから、あんまりね装備は着ないでいいんじゃないかなみたいな感じですね。であとはシノマクロプスがいるとかなりね有利になるので、シノマクロプスだけでも別に全然ね強いポンションとかを持ってればいいかなっていう感じのルートクレートの周回って感じですね。一応ねなんかねルートクレートの仕組み的なところで言うと、ルートクレートはね確かね何分だっけな、20分か15分だっけ、なんかねそれで再湧きを自動的にするんだよね。でしかもその決まった固定ポイントじゃなくて、ルートクレートが湧くのが何箇所か決まってて、例えば3箇所あったら3箇所のうち1箇所が新しく生成されるっていう形になりますので、そのね全部の箇所なんか15分か20分で全部再生成するっていうわけじゃないんだよね。何箇所かのうち1箇所が再生成するみたいな形なので、そこがねちょっとね難しいところではあるのでお気をつけくださいって感じですね。という形で本日は砂漠のルートクレート、めちゃくちゃね周回簡単で、かつね戦利品めちゃくちゃいいので、今さ一周回っただけでもライオットでしょ、で鉄の鎧で革のブーツ職人、これいらないな竹の槍、いらないな、であとは解放した時の弾とか、
で、プラホのパラケの黄色とか、メイコーマンタとか、アリマントリアか。あとはバリオの紫とか、スタンロットとか。まあ、そんな感じで。あとチェーンソーは良かったね。まあ、こんな感じでいろいろゲットできますので、かなりね、効率よくいっぱい回れて、いい感じのポイントなんじゃないかなとは思います。で、あとね、ぜひね、俺もね、この間生放送で行ったばっかりだから、新しいルートとかね、あれば、ぜひ教えていただけると非常にありがたいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の洞窟でお会いいたしましょう。バイバイ。